にちは。お送りする番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。令和元年8月からパーソナリティをスタートしました。ファイナンシャルプランナー、相続事業承継ナビゲーター、売れる営業のマインドセット著者の玉木美希子がお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではツイキャス、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、多くのツイートをお待ちしております。そしてサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオから、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。この後4時までよろしくお願いいたします。本日は那覇市首里で眼科を開業していらっしゃいます宮平誠二ドクターをにお越しいただいております。後ほどお話進めたいと思います。まずはコマーシャルからいきたいと思いますので、お願いします。相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続。遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488、 合同会社プライスライフ。ムービー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 、引っ越しするならムービー、ムービー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 、県内県外ムービー、お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービー沖縄引っ越しセンター。 0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、スズキの新型ソリオ、かゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢工房。相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続。遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488、 合同会社プライスライフ。お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。本日は素敵なお客様をお迎えしております。那覇市首里に首里で開業していらっしゃいます宮平誠二先生ですね。首里眼科を経営されておられます。本日は先生、ようこそお越しいただきましてありがとうございます。はい、どうもこんにちは。はい、先生はね、倫理法人会、那覇東倫理法人会の会長さんもされておられますね。はい、はい、もうすごくはつらつな、すごくかっこいい先生でいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。はい、今日はね、もう先生、先生もちょっと今緊張してらっしゃるようなんで、はい、あれなんですけど、すごく明るくて賑やかな先生なんですね。
私ももう10年来お世話になってますけど、はい、また今日はね、はい、先生といろいろと楽しく会話をしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、先生の主眼科のね、はい、ちょっとご紹介を、はい、PR をわかりました。首里眼科は首里流房というとどなたでもわかると思いますけど、首里流房斜め向かいに緑の看板が目印です。今モノレールも通っておりますので、モノレールからもすぐ目につくところですね。そうですね。平成18年4月に開業してもう13年になりましたね。あ、そうですか。はい、まあ、今おかげさまで地域の方々に皆さんにお世話になりながら、毎年毎年少しずつ患者さんも増えてきております。そうですね。先生はもう本当にね、患者さんと本当に目を見ながらね、しっかりコミュニケーションされてらっしゃるっていうのをね、いろんな方からねお聞きして、すごく宮平先生とっても優しくて、本当に一生懸命自分のね症状を聞いていただいて、すごく信頼できる先生っていうことでね、いろんな方からねお話を伺ってます。はい、それはありがとうございます。私非常にメカに弱い人間でして、はい、未だに電子カルテというのはうちには入っていないんですよね。そうなんです。以前私大浜病院に勤務しているときに、はい、尊敬していた大浜保衛士からですね、はい、患者さんにおへそを向けながら話を聞きなさいというの言葉を教わりましたね。おへそを向けながらですね、向けながら、今の電子カルテで仕事をしてると、どうしてもやっぱり90度こうね、患者さんとの間にできますので、見ながらというのも難しいんですけど、私はまあたまたま未だに紙のカルテを使ってますので、目を見ながら、あ、3日前から目がかゆいんですかなんてね、はい、ペンで書きながら話をしてるんですけども、でもそういったスタイルっていいですね。患者さんからすると、うん、やはりあ、先生私を見て、ちゃんと私を見て見ていただいてるなっていうのが分かるとね、やはり実はこっちがどうのこうのとかね、いろんな先生と目を合わすといろんな話が出てきますよね。やはり目を見ながらお話をするというのは大事なことだと思いますね。そうですね、やっぱりお医者さんもやっぱりコミュニケーション力っていうのがね、非常に大切になってくるかなっていうのはあるんじゃないですか。はい、この大浜保衛先生おっしゃったのは、ただ目を見るというのは首を向けてはいはいって聞くだけじゃなくて、おへそを向けるということは体ごと向け、しっかり五感をフルに働かせですね、はい、相手の様子をしっかり受け取りなさいという意味だと解釈しておりますね。やっぱり正しく病状を聞き取ることが正しい治療につながると思います。そうですね、そういう面ではやはりそういったことを実行してらっしゃる、やっぱり宮平先生すごく患者地域のね、首里地区の患者さんだけじゃなくて、あちこちからやはり首里眼科に、いろんなね、紹介でいらっしゃるのもだいぶ増えてるんじゃないですか。まあ、基本的にはもう歩いて来れる距離の患者さんが、はい、大部分ではあるんですけどね、はい、また幸いなことにうちの大家さんが、中学校の PT 会長をなさってたような方で、そうなんですね、いろんな方紹介してくださるんですよね、はい、私はまあ人との触れ合いというの好きですから、例えば地域のカラオケ大会、公民館祭り、はい、ソフトボール大会、いろんな会話の祭りが必ず顔を出しますので、その場で一緒に酒を飲んだおじいちゃんおばあちゃん、はい、ね、来てくださる方多いですね。あ、はい、でもこうやって地域にね、やっぱりちょっとそういった場に参加される先生方ってちょっと少ないじゃないですか。だからそういう意味ではそういったこともやっぱりなさりながら、地域の皆さんとコミュニケーションを取りながらやっぱり経営してらっしゃるというのはすごい素敵だなと思います。それはありがとうございます。例えば非常に難しい病気で、はい、まあ、ほとんどの病気はうちで対応できますけど、はい、うちで対応できない場合に、はい、こういう理由で流体病院に紹介しなきゃいけないんですけどと言っても、はい、自覚症状がない患者さんの場合に、はい、受け入れてくださらないケースもあると思うんですけど、一緒に
なんで1週間前一緒に酒飲んだらかさ、はい、先生の言う通りにするよって。あ、大体もそうなんですね。酒の席で仲良くなっておけばすぐ聞いてくださいますね。そうですね、やっぱり先生とこういった形でいろんな話ができるっていうのは患者さんにとってはね、すごくありがたいかなと思うんですね。だからそういった意識を持ってらっしゃる宮平先生、やはり患者さんとの距離が近くなりますよね。そうですね、私近くの食堂でよく昼ご飯食べてますけども、はい、はい、先生上等顆粒子つけてるね、誰に買ってもらったの、はい、なんて声かけてくださるおじいちゃんおばあちゃんいらっしゃいますね。あ、ね、はい、もうおじいちゃんおばあちゃんにとってはやっぱりこういった先生との接点がね、非常に心強いと思うので、そういったふうにして対応されているのはすごい素敵だなと思います。ドクターとして私としてはまあ自然体で好きにやってるだけではあるんですけども、うん、はいはい、これはまあちょっと手前味噌でありますけど、カラオケ大会に出ちゃって一度一瞬で、ね、うん、カラオケ大会でグランプリもらっちゃったことあるんですよ。あ、そうですか。はい、応援団のおかげで、でも患者さんにとっても、あ、先生が出てるっていうのは嬉しいですよね。まあ、そう言って応援していただけると嬉しいんですけど ね、やっぱり、はい、こういったコミュニケーションがしっかり取れるっていうのはやっぱりこれからの時代ってとても大事かなっていうのはすごく思います。はい、私も私も、第一生命でずっと38年営業してますけど、やはり全てコミュニケーションやっぱり力がとても大事かなと思ってるんですね。やっぱ相手の話をしっかり聞いて、相手のやっぱり何を求めてるかっていうのをしっかり聞くっていうのもとても大事かなっていうことで、先生はその辺をしっかり患者さんの声を、患者さんのちゃんと痛い、どこが痛い、何が痛いっていうのをしっかりね、やっぱり目を見てる、目を見ながらお話しするんで、患者さんもいろんなことを先生にねお話しできるっていう、やっぱり人間関係がしっかり取れてるのかなっていうところでね、非常に本当に先生の人柄が忍ばれ、本当に人柄がすごく感じるのが多いんですね。だからそういった意味で人間力っていうのが大事かなっていうのはねすごくあると思うんです。で、先生がやっぱりこういった形でいろんな、はい、コミュニケーションをしっかりやってらっしゃるっていうのは、やはりその前にいろんな苦労の分もあったかなと思うんですね。はい、その辺のお話はちょっと先生のなんか好きな歌ってありますよね。私ティーボラン好きなんですよね。はい、話した子はないというのはもちろん一つでもありますけども。あ、そうなんですね。先生はすごくお歌も上手なんで、そういった歌もね歌われてて、やはりその歌を今ちょっとリクエストいただいてますので、それ皆さんに聞いていただきたいなと思います。その後でまたねお医者さんになる前のね受験の頃のお話などいろいろとまたお話聞いていきたいなと思いますので、じゃあよろしくお願いいたします。
しい歌ってこんな難しい歌持たないと思いました。ああ、これ良かったね。これは軽く大会では受けなかった優勝曲はああ夏休みとかね。多分難しいから聞ききれないっていうのはあるかもしれない。お前やったら関係ないね。会場の人って喜ぶ。これ中学が来て1年目歌ったけどね。あと10年ぐらい経って固定のスリルで歌唱賞いただいたんだよね。いわゆる2位だよ。優勝者は次の年出られないんだよね。どん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 。あ、そうなんだ。その次が中国のあ夏休みでグランプリだったんだよ。ああそうなんですか。あ中国の夏休み夏休み難しいだね。うん、まあ、歌えるんだ。そうだね。20秒ですね。はい、お送りしている番組は玉木美紀子のリーダーズビジネスストーリーです。本日は首里石峰に首里で開業してらっしゃる首里眼科の宮平先生をお招きしてお話し進めております。宮平先生またね、はい、先生がちょっとドクターになるまで、はい、まあ、高校から受験ですね、医学部受験までの、はい、もしよかったらその辺のお話を聞かせていただいて、はい、はい、お願いいたします。はい、わかりました。まあ、私も高校時代というのは普通の高校生のように普通に生活してましたので、はい、まあ、那覇高校合唱部の、まあ、あまり胸を張って言えないんですけど非常勤部員みたいな形で合唱祭やら定期演奏会やらそういう時だけちょこっと出演させていただくというような形で言ってましたけど、はい、そんなに一生懸命勉強してたわけではありませんので、医学部受験となるとそれはもう手の届かないようなところですので。そうですね。2年間浪人しましたけども、はい、やはり 2浪目というのはですね、はい、本当に命がけで一心不乱に勉強したっていう記憶がありますね。あ、そうなんですね。もうジムに打って運動する暇なんて当然ありませんので、はい、生活の中で運動しようと。あ、そうですね。まあ、バス停まで走る、はい、そうですね。でバスに乗ったらすぐに単語帳を開く。女の子を見てる暇などないですよそうなんですね。でバスを降りたらまた予備校まで走る、はい、まあ、トイレの中でもいい単語を覚える。あ、まあ、こんなキチキチのガリガリした勉強
ね、生活してましたけども、はい、成績はぐんぐん上がっていきましたので、はい、苦しいと思ったことは一度もありませんでしたね。あ、そうなんですね。まあ、医学部合格という目標がありますので、はい、まあ、やるのが当然だと、親に浪人させてもらってるっていうのもありますからね。はい、それも順調に伸びていったんですが、はい、2浪目は私は結構ですね、最初の頃から合否判定 A といって合格確実というラインまで来てたんですよ。ああ、そうなんですか。で順調に共通一次試験というのを迎えたんですけど、はい、どういうわけかこの当日に大チョンボをやらかしましてですね、はい、もう合格確実だと言われてた宮平がですよ、はい、終わった後は合否判定 D、はい、志望校を変更せよということになっちゃいましたね。ああ、そうなんですか。もう親もうショックでショックで、まあしかし、まあ父も母も、まあ万が一今年落ちたとしても、はい、まあ君がそこまでやりたいならまた来年もあるさというふうに言ってたんですけどね。あ、そうなんですね。まあ、周りのとあまだ予備校の先生がですね、はい、あ、僕は実は二次試験にある数学と物理というのは、まあ、すごく得意だったんですけど、はい、まあ、一次試験って相当なハンディありますけど、宮平諦めるなよ、君の数学の力があれば絶対に逆転できると毎日のように声をかけてくださいましてね。ああ、いい先生でしたね。本当にいい先生に恵まれましたよ。で同じ留大医学部を目指しているライバルであるはずの仲間たちも、はい、大丈夫だよ頑張れよと、もうみんなに助けられましてですね、しっかりした準備をして二次試験当日を迎えることができたんですけども。あ、そうなんですね。理科というのは選択で、はい、まあ、生物化学物理あったんですけど、まあ、終わった直後みんな7割くらいできたかなという声が多かったんですけど、はい、私は物理の選択で、まあ、9割以上はできたと確信していたんですけど、続いて数学ですね、はい、これはもう大問5つありまして4つは簡単にできたんですけど、はい、残り1つ証明問題というのがどうしてもできずに、もう頭を抱えてたんですけど、もっとその時浪人中も支えてくれた両親、予備校の先生、友人たちの顔が浮かび、脳に汗をかくくらいもう考えに考え続けて、終了5分前に回答への筋道がパッとひらめきましてですね。そうなんですか。一生懸命何々は何々であるので、よって何々である丸と同時に終了の鐘が鳴りましたね。そうなんですか。まあ、しかしこの程度の問題では満点取ってもダメだなと思ったんですけども、うん、合格発表前まで私は参浪するとまた親の負担かけますので、はい、予備校で授業料免除してもらおうかと思って、はい、特待生試験に向けて毎日勉強してましたね。あ、そうなんですね。1日休んだぐらいで、うん、で合格発表見行った時も、友達が非常にベースの声の低い男がいるんですけどね、うん、そういう人とバスで一緒に会いましたら、今日はお前胴上げするから来年俺胴上げしてくれよって言ったら、何言ってる、俺はお前も合格してると思ってるよっていうもんですから。で合格発表会場着くと、私はまあどうせ自分はないだろうと思って友達の名前ばっかり探したら、誠治あるじゃないか。あ、そうなんですか。というんですね。で私はもうなんかもう思ってもいなかったというかね、はい、うん、一次試験の大チョンボがありますから、うん、もう一緒に勉強してきた友が次々に抱きついてきましてですね。そうなんですね、私の人生でも忘れられない思い出になりましたね。ああ、本当に努力が、本当に諦めないで頑張った努力がね。そうですね、まあ、本当にみんなに恵まれましたけど、うん、よく受験戦争というのは人を蹴落とすもので、はい、人格を歪めるっていう、ね、意見をお持ちの方も一部いましたけど、はい、とんでもないですね、私はこの受験勉強を通して絶対に諦めないことの大切さを学びましたね。ああ、そうですか。最大限に頑張る気持ち、耐える心、そして多くの友を得ることもできましたね。あ、そうですね、先生の周りには本当に先生大好きな方がね、たくさんいらっしゃいますよね。それだけ先生のやっぱり人柄が あったんで、皆さんがね応援していただいたのかなっていう。本当に受験勉強ってみんな命がけでやってますから、うん、もう一緒に浪人した時の友人って今でも大切な友人多いですよ。そうですね、そういう意味では本当に努力の甲斐あってね、はい、まあ、琉球大学に
あの入学されて、はいはい、そこで、まあ、頑張られて、まあ、ただですね、やっぱりあの入学したというとほっとするんですよね。あ、はい、はい、もうこんなにあの一生懸命勉強したことがなかったでしょうからね。私あの那覇高校時代の友人を中心に男性合唱団グリークラブというのを結成して、龍大祭、はい、嘉手納町祭りに出演したり、はい、老犬施設の慰問も行いましたね。あ、そうなんですか。で沖縄県を代表して九州合唱コンクールにも出演しました。あ、すごいですね。まあ、本当に歌うことが楽しくて楽しくて仕方なくてですね、はい、グリークラブの中に一部本当にプロみたいな男がいまして、はい、そのそうしたと一緒にですね、オペラカルメンやら果たしの弦というのに出演されて、すごいですね、そういう舞台も踏ませていただいたこともありますね。あ、もう本当にあの先生すごく多趣味でいらっしゃってね、この、あの合唱の方とそれからね、いろいろとまたダンスとかもね。あ、そうなんですね。あのやっぱりあの社交ダンスを覚えた後はやっぱりダンスクラブへも足しげく通いましたね。うん、あ、そうなんですか。これはあの非常にあの女性を巧みにリードしながら踊るというのは最高ですよ、はい、これ。あ、そうですね。ただ踊る前に声をかけ、はい、会話をしなくちゃいけないですね。あ、そうですね。相手の心理を読み、はい、ウィットの効いた言葉を探す、はい、これぞコミュニケーション能力だと思うんですよね。あ、そういったあのいろんなあの活動から、まあね、コミュニケーション力を先生は養われて。そう思いますね。現在私がいろんな患者さんの訴えをうまく引き出し、はい、上手にお話ができるようになったのも、まあ、これ言葉悪いですけど学生時代のナンパ活動によって培われたものだなと思うんですけどね。今聞きました。はい、そういう意味では先生ね、やはりあのいろんなもう本当に多趣味でいらっしゃるんで、いろんな活動をしながらね、あのやっぱり人生経験をね高めながら、あのいろいろとそういったのをあの、まあ、体験してる分で、話の幅がね非常に大きいですよね。医療だけじゃなくてね。そういう意味ではすごくあの患者さんはそういったお話を先生からまた聞きながら、また楽しみながら病院にいらしてるんじゃないかなと思いますが、はいはい、そうですね。あのやはりあの目の話だけしてるとつまんないという顔するおばあちゃんたちいますからね、はい、入ってきた途端に昨日お嫁さんと喧嘩してからさ、はい、と話し始めるんですよね。あ、そうなんですね。いやいや早く目の話しなさいって言ったらもう次から来なくなりますから、はい、あの次の患者さんいなければもう5分でも10分でも私聞きたいとこなんですけれども、はい、またたくさん患者さん待ってると、あ、大変だったねで一言締めるわけですよね。そうなんですね。とにかくあの人は話したいんで。そうなんですね。聞いてほしいっていうのがあるんでね。そうなんですよね。別に目の病気なくても、うん、昨日孫が運動会で一番になってからさって言ってくるおばちゃんいますからね。あ、そうなんですね。よかったねということに共感してあげないといけないですよね。そうですね。やっぱり共感力っていうのはすごく大事ですね。そうですね。あの人間らしい人ってどういう人だと思いますか。やはりそうですね、いろんなタイプもあると思いますけど、やっぱりあの人の話を一生懸命ね、やっぱり自分の話を一生懸命聞いてくれた人、大好きですよね。まあ、おっしゃる通りですね。あのある人がこう言ってたんですね。人間らしい人というのは頭がいいとか仕事ができるとか、はい、そういうことじゃないですよね、ええ、人の悲しみを、人の楽しい様子を分かってあげられる人。あ、そうですね、というふうに聞いたことありますよね。運動会で一番だったらよかったね、お嫁さんと喧嘩したら大変だったね。そうですね。ということだと思うんですよね。あの、うん、本当に共感するというのは大事ですね。そうですね。その人が言ってることを、ね、あの否定するんじゃなくて、やっぱり ね、受け入れるって受容するっていうのはね、非常に大事なことかなっていうのは ね、ありますので、そういった力が先生にはすごく備わってて、やはりそういったのがすごくあの患者さんがやっぱりあの先生のところ行ったら病気が治るよっていうね、痛い目も治ってくるっていうね、一つの話の種になるかなと思います、うん、はい、そうだった、ありがとうですね。あのよく言われるんですけど、あの開業医にとって一番大切な使命は何だと思いますかって聞かれるんですけどね、はいはい、医者なんだから病気を治すことだろうっていう言葉が返ってきそうですけど、私はそれ以上にですね、開業医の最大の使命は
患者さんの不安を取り除くことだと思うんですよね。ああ、そうですね。病気は治ったけどでも心配さという状態でお返ししたら、これはあの開業医として仕事をしたことにはなりません、はい、目は治って、はい、ほっとしたさ、修理眼科来てよかったさ、安心したさというふうにあのいい気持ち で、ね、そうですね、お帰りいただくのが開業医の仕事だと思いますね。いいですね、そういったあのやっぱり先生のやっぱり病院を経営してらっしゃるあのなんかご自分のなんか理念みたいなのがやっぱりそこにはね、コミュニケーションっていうのもすごく入ってらっしゃるかなっていうのはね、そうですね、まあ、喜んで帰っていただくってそういうことはやっぱり考えないといけないでしょうね。そうですね、もちろん治らない病気だってありますよ、中には。そういう時にはやっぱり心の支えになることが必要でしょうね、はい、そうですね。現状より良くはならないけれども、はい、これ以上悪くならないように頑張ろうね、うん、とかそういうことですよね。そうですね、そういった形でなんかあの言っていただくと、まあ、痛い、もうどうしてもやっぱりね不安はあのやはりありますけど、そういったことでやっぱ先生がそういったお話をしていただくだけでも、いざという時には先生がついてるよってね、はい、あのっていうことのこう出して会話がねあのつながることによって、非常に患者さんの心もねすごく安定してくるかなっていうのはね、あの思いますね、はい、だからそういう意味ではやはりあの素敵なこういった形で運営をしてらっしゃる。で患者さんに対する気持ちがすごくあの優しいんですね。だから優しさってすごくやっぱり今とても大事な部分かなと思うので、そういう意味ではそういったあのことはやっぱりその人の人間力、あの人柄ですよね。だからそういった人柄がやはり宮平先生はすごい素敵だなって私も思ってます。いや、ありがとうございます、はい、そうですね、今日はね、宜野湾市すごくね、初めていらっしゃいます。はい、こちらの初めて、はい、入りました、ね、もう本当にあの開放されてすごく自然なあの景色もすごく良くて、私は普天間中学校おりましたので。あ、そうなんですか、ここら辺は宜野湾市急な住んでましたので。あ、じゃあ地元じゃないですか。そうです、そうです、はい、懐かしい気がしますね。本当にあの、当時とは全然比べ物にならないぐらいね。ジローベーカリーのさんがアイススケートしたりボーリングしたりしてましたから。あったんですか。ありましたよ。あ、そうなんですか、はい、あ、ジローベーカリーって懐かしいですね、はい、有名なケーキ屋さんがありました。ありましたよね、はいはい、そういう意味では非常にあのこの地域、私も普天間なんです。あ、そうですね、あの普天間中学なんで、ちょっと先生の先輩になります、ね、そうはい、そういう意味ではやはりあの、はい、そういった縁で私もあの FM宜野湾の方でね、はい、まあ、あのパーソナリティをスタートした形になるんですね、はい、その中で、まあね、普天間の後輩でいらっしゃる先生にね、はい、また来ていただいて、はい、あ、逆にすごく嬉しいなと思ってます。はい、ありがとうございます。で、次コマーシャルちょっと行かせていただいて、それからあのまたね次のお話を進めていきたいと思いますので、じゃあお願いいたします。相続対策のタイミングをご存知ですか。それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488 合同会社プライスライフ。ムービン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 、引っ越しするならムービン。沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。軽自動車の時代、軽がマンドイビンドー、長浜モーター、鈴木の新型ソリオンか、軽がヤッシャイビンドー、
長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、菊味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。相続対策のタイミングをご存知ですか？それは今なんです。家族の発展のチャンスでもあると同時に、トラブルのきっかけにもなってしまう相続、遺産トラブルをスパッと解決する方法や事前の対策は、電話 098-879-2488、 合同会社プライスライフ。お送りしている番組は玉木美希子のリーダーズビジネスストーリーです。はい、先生、いろいろとね、はい、あのお話を伺いまして、あの本当に先生の人柄がやはりあの病院経営にもすごく結びついてて、先生今度あの、はい、息子さんが、はい、あ、まあ、幸い医学に合格したということで、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。どうもよかったですね。はい、ほっとしました。あの後継者が育って、後継者を、ね、育てることができて、非常にほっとしてますか。まあ、まあ、これからですけどね、まあ、面と向かって医者になれといったことは一度もないんですけれども、はい、まあ、親の姿を見て、働く姿を見て、自然と同じ道を目指してくれたのは大変嬉しいことだと思います。そうですね、多分先生にあのすごく性格も似てらっしゃって、とてもあの優しいお子さんかなっていう感じはしますね。私よりはるかに優しいですね。なんか写真を見てるとあのいつも、ね、年賀状をいただいたりして、この写真があの家族の、ね、ファミリーの写真が載ってるんですね、先生ところね、はい、すごくだから家族が本当にあの素敵な家族だなって、お子さんたちが本当にいいお顔をね、いいあの表情をしてらっしゃって、本当にあの親の姿を見てお子さんがしっかり育ったなっていう、ね、感じはあのはがきからしますね。そういう意味ではすごくあのとてもいい形で、ね、やってらっしゃるのがよく見えます、で先生あの、はい、いろいろと今活動してらっしゃるのがありますよね、はい、まずあの、まあ、ご自分が、まあ、先ほどの続きからね、やはり学生時代から合唱の方をね、はい、やってらっしゃって、すごく歌もお上手で、なんか地域のコミュニケーション あのいろんな大会でカラオケ大会とかもね。あ、はい、それはあの、まあ、応援団のおかげが大きいんですけど、はい、ああいう大会っていうのはある程度は、まあ、歌うまくないといけないですけど、それ以上のことはもう応援団が盛り上がったか盛り上がらないからだと思うんですけど、はい、まあ、私の家内がタンバリン振って一生懸命あの応援してくれたのが、はい、グランプリにつながったんだと思いますね。あ、そうなんですね。中部のああ夏休みというド派手な曲を歌いましたからね、はい、あ、そうですね、先生もいろんな曲にね、あの、いろんな曲が歌える、すごくね難しい英語の曲も歌われたりね。いや、クーテンゴアですね、やってらっしゃって、はい、本当にあのそういった歌の才能ってすごいんですね。そしてその他にもあのやっぱりダンスとかね、そういったもお上手なんですね。あ、ダンスは私は上手ですけど、美希子さんも上手ですよね。あ、そうですね、倫理法人会でね、一回ね、今度また倫理法人会の会合でもありましたら、はい、またお手合わせお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、あのそして、その他に倫理法人会であの活動の方がね、はい、とかありますよね。はい、ちょっと倫理法人会のお話を、まあ、私は平成18年ですかね、あの久高万枚クリニックの久高学先生にお誘いを受けまして、はい、あの入会しましたけども、はい、まあ、いつの間にか会長になりまして、まあ、今年まあ3年目の最後の会長の年を迎えておりますけれども。あ、そうなんです ね、これはあの何か変な団体かと間違われる場合もありますけど、はい、文部科学省推薦の歴史とした団体で、はい、毎週金曜日朝6時から海南バス停近く、1階は小田新金なん海南支店なんですけど、はい、ライフワーク日川というビルの3階でやってますね。あ、そうなんですね。朝からですね、志の高い経営者が
30名から50名ほど集まりますので、はい、非常に情報交換になると思いますね。あ、そうですね。あの医者以外の友人はいないという友達もいますよ、私の中には。あ、そうですね。じゃあ、まあおかげさまで、あ、はい、まあ、いろんな友人いますから、電気屋さんとか歯医者さん、税理士から、ね、行政書士、いろんな方いますからね。これも倫理法人会のおかげだと思っております。はい、そうですね。やっぱり、あのドクターはドクターの友達はドクターということでね、結構もうドクターでそうですね。今日は来場に出演させていただいているのも、まあ、美希子さんとの出会いがあったからで、も大変感謝しております。はい、あの、はい、そういう意味では本当に先生は幅広く、やっぱりあのいろんなネット、あの自分の、ね、ネットワークを作られて、いろんな業種の方とお付き合いされててね、やはりあのすごくいろんな、あの仕事は別でもやっぱりいろんな方から学ぶの大きいですよね。それは大きいですよ。はい、だからそういう意味では、そういったことを勉強されながら、やはりドクターとしてのやっぱりお仕事をされてらっしゃる。だから、あの人間力をしっかり磨かれてるなっていうのをね、すごく感じますね。はい、私はあの十何年前に先生と、ね、お会いして、やはりあの私もその頃倫理にね、ちょうど一緒ぐらいの時に入って入会しましたので、そうですね。やはりあの、あ、ドクターさんがあのドクターさんもいらっしゃるんだっていうのをね、すごくあのびっくりしたんです。だからそれだけあのやはり、先生はいろんなところにすごく関心を持ってらっしゃって、あのいろいろと学んでらっしゃるんですね。やっぱそういった姿はやっぱお客さんとのコミュニケーションの中に、やっぱりお客様っていろんな方がいらっしゃいますよね。あ、患者さんって、はいね、だから患者さんとのコミュニケーション力にもすごく役に立ってるのかなっていうのはね、ありますね。でその中で、今年、はい、またあの有名な先生が、あ、倫理法人会のモーニングセミナーですね。はい、モーニングセミナーにいらっしゃるということで。そうですね。はい、お話していいですかね。はい、どうぞ。先ほど毎週金曜日朝6時から、ライフワーク日替わりでと申し上げましたけれども、はい、11月の8日第2金曜日にあたりますけれども、はい、私はあの眼科の医者ですから、龍大病院の眼科の教授、はい、これ全国一若い教授で、あ、そうなんですか、大変優秀な先生で、沖縄県の眼科医療のことを本当によく考えてくださる、あの小泉秀樹先生のお話があります。あ、そうなんですね。龍大の医学部の教授の先生がいらっしゃるというのは初めてのことですね。そうですね。まあ、普通、あ、私はまあ眼科の学会では聞けますけども、先生は非常にあのお話も上手で、はい、我々専門医に対するお話の時と、また一般の方に対するお話の時では内容を変えて話をしてくださると思いますので、そうなんですね、めったに聞けない龍大病院の教授の先生のお話が聞けるチャンスですので、はい、11月8日朝6時から駐車場たくさんありますからね、1階は小田新金海南支店ですけど、ライフワーク日替わり、よろしければどなたでもご参加自由ですので、朝6時ですよ。午後では大ですね。あの早朝です。朝6時からです。早朝です。はい、あのなかなかね、ね、龍大の先生が講話なさる機会ってないので、皆さんね、やはりこういった機会にぜひあのお越しいただければなと思いますので、やはり目の病気、目についてのいろんなね、皆さん悩みも持ってらっしゃると思うんで、まあ、そういう意味ではちょっとま、すごく勉強になるかなと思いますので、ぜひあのお越しください。はい、無料で聞くことができますので、はい、お待ちしてます。はい、他にも先生ね、あのなんか、ですね、今8日の話を申し上げましたけれども、はい、11月9日の土曜日なんですけども、はい、リレーフォーライブといって、はい、がん撲滅キャンペーンですかね。はい、これ手だこ広場で朝日、あ、いや、これ昼からやってるんですけどね。そうですね、3時から。私たちはまあ診療ありますので、はい、あの男性50床というのを、ね、披露する予定がありますね。そうなんですか。8時とかそんな時間になるかもしれませんけれども、はいはい、あのこれはドクター5人ですね、龍大の医学部卒業の5人の仲間ですけども。あ、そうなんですか。これはあの首里眼科開業の時に、はい、あの会員パーティーの時に、あの時は4人で歌ったんですよね。あ、そうなんですか。まあ、私はまあ素人ですけれども、2人ぐらいプロみたいなところが本当にいましてですね、
披露したら、この料理のデリバリーで、はい、提供してくださったフレンチレストランの社長がえらい感動しましてですね。ああ、そうなんですか。うちのレストランでも歌ってくれよということになりまして。ああ、すごいですね。父の日コンサート、クリスマスディナーコンサートと2回ほどコンサートを開かせていただいたことがありますけども。そうなんですね。その後いろいろ活動の幅が広がりまして、はい、毎年ですね、はい、3月21日には、那覇市役所首里支所で、定期といいますかね、ドックスロ で、コンサートを開いておりますけども。あ、すごいですね。まだ3回ですけどね。いやいやいや、こういった形でドクターさんが集まって、こういった施設とかいろんなところで、はい、歌を歌われるっていうのはめったに聞けないじゃないですか。まあ、我々としては発表の場を与えていただいてありがとうございますっていう形なんですけども、でもこれがまたですね、はい、130ぐらい座席用意したら150人ぐらい来て立ち見が出ちゃったんですね、今年の3月には。すごいですね。これはもう一生懸命練習してやらないといけないなと思って、はい、みんな本当診療を終えてからの練習というのは深夜まで及ぶこともあるんですけれども、まあ、昔のことを思い出して、まあ、充実したひとときを感じております。あ、いいですね。そういった形 の、やっぱり活動をされてらっしゃるというのはね、また人生の中で仕事にまたプラスで何かね、自分の活動があるっていうのはすごい生き生きしてきますよね。そうですね、はい、また新しい歌にチャレンジしたがるんですね、このよくできる仲間は。そうなんですね。私は物部遅い方ですから、なんで昔の歌やればいいんじゃないのって言いたくもなるんですけど、はい、必ず新曲を入れるんですね。だからそのためにね、私は弟に仲間の何倍も時間かかる方ですから、はい、その度に聞きながら努力して努力して、仲間の何倍も努力しながらやっと歌を覚える方なんですよね。でも、やっぱりそういったことをずっとやってると脳も活性化するじゃないですか。よくそう言われますね。で、やはりまあ、どうしても医療で、まあ、患者さんといろんな話をしながらということでやってらっしゃいますけど、はいはい、どうしてもやっぱりその皆さんの話をいっぱい聞きましたっていう時に、はい、やはり自分の中でちょっといろんなのが溜まってしまうじゃないですか、ね、だからそれをやっぱりまたアウト、外に出すっていうのもね、すごく大事かなっていうところで、自分のこういった活動をしてらっしゃるのがまた上手、ね、やっぱり いいサイクルになって ね、 そうですね、先生がまた次へまた診察する時のやっぱりモチベーションがまた上がるっていうのもね、はい、あると思うんですね。本当に私以外みんなプロみたいな連中なんですよね、はい、この面々と私が一人舞台に立っていいのかなと思うぐらいのレベルの高い仲間なんですけど、ただ交渉術だけは私が長けておりますので、はい、よそと交渉していついつ何月何日ここから、ね、何時まで会場を貸してくださいという交渉は私が行っておりますね。そうなんですね。それぞれの皆さんの役割が、ね、そうですね、あってね。あとはポスターを貼ったり、告知したりして、手裏眼科の患者さんがまた結構来てくださいますので、ああ、そうなんですか。全体の中で占める手裏眼科の通院患者はかなり多いかと思います。そういう意味ではね、やっぱり宮平先生ファンがたくさんいらっしゃるんですね。まあ、それはありがたいことです、ね、はい、やっぱりそれは先生の人柄ですね。そうですね。他に先生これからのご自分の目標とか、うん、なんかもっとこういったことをしたいなとか。そうですね、これはまあ引き続き地域の医療に貢献するっていうのが手裏眼科の使命ですから、はい、ただ私開業医というのはその自分の守備範囲というのはわきまえておかないといけないと思うんですけど、はい、医者として眼科医療の全てにおいて専門家でないというのは全く恥ずかしいことではないと思うんですよ。あ、そうなんですね。専門家でもないくせに専門家のふりをして、はい、いつまでもじゃあ私が見ましょう私が見ましょうという形で、はい、だんだん患者が悪くなって取り返しのつかないことになるというのが一番恥ずかしいことだと思うんですよね。あ、そうですね。だからできることはできる、はい、できないことはできない、はい、まあ、それは手裏眼科で 100% 全ての患者に対応できるわけではありませんので、はい、そういう時には、まあ、龍大病院さんにお世話になるだとか、紹介のタイミングが早かったから助かったありがとうと言われることだけでも嬉しいですよね。そうですね、タイミング遅れてダメになっちゃうという場合もありますので、うん、そういう時は、まあ、一緒に酒飲んだ仲さ、もう先生言うんだったら行くよ
すぐ行ってくださると本当に助かるんですよね。あ、そうですね、なんかあの最近目の病気で、まあ、白内障とかね、いろいろ あったり、白内障の患者さん増えてますよね。そうですね、まあ、これはあの基本的には手術で治る病気なんですけども、はい、目の奥のなかなか難しい病気というのもありますので、はいはい、先ほど申し上げた小泉教授はそこら辺の目の奥の病気を専門となさってるんですよね。そうなんですね、もう日本でもトップの治療成績を残している加齢黄斑変性症の治療だとかですね、はいはい、世界的な権威でもあります。あ、そうなんですね、奥の方のやっぱり、まあ、難しい分野ですね。分野の分はどうしてもあの機械がね、機械とかいろいろね、これはもう流体病院でしかできないようなものに関しては、もう時期を逸せずタイミングよくご紹介することが大切だと思いますね、はい、あ、そうですね、やっぱ患者さんにとってもね、あのやっぱり伸ばされるよりはね、あ、こういった形でご紹介していただいて早めのね解決をしていただいて、これはまあ流大に行ったら助かるとか流大に行っても助からないとか、そういう見極めは私がしないといけないですけどね、はいはい、あの、まあ、間違いが長いですからね。そうですね、まあ、そういった形でやっぱり患者さんのケアをねすごくしてらっしゃる、やっぱそれはコミュニケーションをねしっかり取ってらっしゃって、患者さんのあの気持ちにねやっぱりあの寄り添って医療をあの行ってらっしゃる、あの宮平先生だから分かることもたくさんあるかなと思いますね。まあ、もちろんあの私一人で医療はできませんので、はい、私は非常にスタッフに恵まれてますね。ああ、そうなんですね、本当にあの医療人としてのスキル、患者さんに対するマナー、はい、全てを兼ね備えたスタッフに恵まれてますね。そうですね、やっぱりそういった、あの受付の方 の, あの、ね、やっぱ患者さんに対するコミュニケーション、ね、まずはあの患者さん入ってきて私に接するわけじゃないですから。そうですね、受付の対応が悪いと、あ、この病院ダメだなっていうマイナスのイメージで私のところ来られると、そうですね、もう本当にあの明るい笑顔で皆さん挨拶してくれますので、もうあのやっぱり患者さんにとってすごくあの栄養剤はやっぱりあの、ね、受付の明るい笑顔ですね、こんにちは、ということ挨拶とそれから笑顔とね、はい、そういったことが非常にあの病院の雰囲気を物語りますよね。そうですね、毎朝あのうちでは朝礼を行っておりますので。あ、そうなんですね。私はおはようございますの O に力を込めなさいと言いますね。あ、おはようございますではなくおはようございます。あ、おはようございます、はいはい、こんにちはじゃなくてこんにちは、こうに力を込めるとかですね、こんにちはということで、はい、あ、お大事にとかですね、お大事にね、あとお辞儀の角度とか、まあ、倫理法人会で教わったように、はい、毎朝やっておりますので、まあ、だんだんみんな身についていると思いますね。そうですね、そういったあの挨拶っていうのは非常に基本ですよね、いろんな面で ね、 そうですね、やはりあの挨拶から人のコミュニケーションが始まるっていうのもあるので、はい、そういった意味ではあのすごくそういったことにあの職員さんも皆さん一緒にねそういった行動をしてらっしゃる、首里眼科のねあの宮平先生に今日はお越しいただいて、会議を進めてあの行きましたと。本当にこれからもますます宮平先生があのいろんなところで活躍されてね、もっともっとビッグになられることを私もあの応援していきたいと思ってます。本日は宮平先生本当にあのいろんなね貴重なお話をあの伺うことができて大変感謝しております。ありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。